辞書は、ジュゼッペ・アルチンボルドによる絵画。本を積み上げて、人物を表現している。歴史学者、ボルフガング・ラティウスの肖像画とする説が長く、ルフしていたが、現在では、モデル不明とされている。スウェーデンのスコーク・ロステル城所蔵。神聖ローマ皇帝マクシミリアン2世の公式の肖像画家となったアルチンボルドは、植物や鉱物などを集積して、人物を表現する。 肖像画を多数残している。司書もその一つで、制作年をめぐっては長く論争があったが、現在では、ほとんどの研究者が1569年としている。元は、プラハ城に所蔵されていたが、1648年のプラハの戦いで、スウェーデン軍が摂収して、現在の場所に移った。アルチンボルドが描いた他の肖像画と同様、司書は、 後世に命名されたタイトルである。絵のモデルは1957年、美術史屋のスベン・アルフォンスによって、ボルフガング・ラテウスであるとする研究を発表したが、その後否定され、現在モデルは不明とされている。辞書には、スコーク・クロステル・ジョー・ショ像のものの他にも、作者不明の3つのバージョンが現存する。さらに長く、新筆とされていた、スコーク・クロステル・ジョー・ショ像の本作自体も、 現在はアルチン・ボルドが描いたものではなく広大の模索と考えられている。エングレービングによる構成の模索美術史家、ベン・ノ・ガイガーが、詩書について、現代アートに近い作品と評して、以来、本作の近代性は繰り返し指摘されてきた。また、師書を含む異様な肖像画シリーズについては、グスタフルネ・ホッケなどが、シュルレアリスムの先駆的表現を見出している。 作品が何を描こうとしているかをめぐって、長年議論が続いており、虚栄心の強い学者を揶揄しているとか、本を手に入れて知的であることを誇っているが実際に、読むわけではない書物愛好家の風刺などといった意見が出されてきた。近年では16世紀ドイツの社会史研究をもとに、そうした意地悪な視線よりも対象となった人物に対する画家の愛情を強調する研究が、 主流になっている。ありがとうございます。